じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、セリーグがさらに混沌としてきましたね、ゲーム差、まあ、ずっとこういう状態続くだろうなとは思うよ。現在は首位広島なんですけれども、その首位広島から5位対ヤクルト中日までのゲーム差が 5.5、はい、の中に6チームがひしめき合っているということ で、はい、で中でも今はですね、カープそして2位の阪神は 1.5 ゲーム差という中で戦っている状況なんですけれども、うん、はい、さあここから首位争いどうなっていくのか、やっぱりカープが強いからこのままこういう状態が続いていくのか、はたまた阪神だったり、もちろん今5位タイにいるチームも上に行ける優勝できるチャンスというのはゼロではないと思うんですけれども、うん、ここから後半戦どうなっていくのかをズバリ豊さんに聞きたいと当てにしてないぞ見てる人は見てる人また言ってらみたいな、うん、でもね、はい、広島はねある程度安定していくな。ピッチャーがやっぱ安定してるわ。はい、負けるにしても床田1対0で負けるとか、そうなんですよね。で大瀬良点がやらなくなったとか、はい、まあ、栗が波に乗ってきたとか、うん、まあいろいろあるよね、はい、森下がバーンと崩れた時もあったけども、うん、まあまあどちらかというと安定してるよね、はい、で中継ぎはやっぱりねいいな、うん、安定してますね。安定してる、うん、まあ、そうなってくるとピッチャーの不安っていうのは疲れを伴った時の栗林ぐらいなんだ。はい、後ろ、うん、ちょっと後ろがね、はい、でも経験者がいるというね、矢崎とか、はい、だからそんなには大きくは崩れそうもないなと思うし、じゃあその例えば先発、中継ぎ、後ろっていうこのカープの見た時に、はい、今2位で追っかけてる阪神の先発、中継ぎ、後ろっていうのはカープと比べるとどうなんですか？まあ先発はもう双璧だな、うんうん、もうそんなに遜色ないと思う。はい、むしろ頭数は広島の方がいるかなっていう。広島の方が頭数がいる、うんうん、だって阪神で言えば才木、はい、西、はい、安定してるのか。そうですね。他は村上が勝てないでしょ、はい、で勝てないピッチャーがいないのよ広島は。やっぱ先発で勝っていくんだ、はい、で大竹が、まあ、ちょっとっていう、まあまあ、まあ伊藤将司うん、がどうなのかなっていう、そうですね、まあ、今のところはまだね、はい、状態的には昨年の状態ではないから不安視されてるけども、うん、まあ、試合は作れるよね、はい、まあ、だけどゲームをしっかりクオリティスタートで作っていくのは、うん、広島の方が、まあ、若干上かなっていうような、うん、まあ、双璧でもいいけどね、はい、うん、ただ中継ぎってここって言った時にはやっぱ島内がいる。あ、向こうカープそうですね、うん、やっぱ島内はいいよ、うん、あとはあの左の森浦ともう一人外国人の、はい、うんうん、あ、いいよ、いいですよね。いやだから阪神は左ピッチャーが少し疲れてきてんだよね、うん、キリシキとかさ、はい、だからまあ抑えも栗林の方がなんか安定してるしね。まあ、岩崎投手とか、まあ、ゲラ投手戻ってきましたけどね、まあ、戻ってきたけどもまだ安定という意味ではね、はい、だからまあピッチャーはそんなにあれだけども、うん、やっぱバッターが違うよな。あ、そうですよね。あの現在広島のチーム打率は2割3分9厘だ、突出してすごいガンといいわけではない。ただ2位の阪神は2割1分9厘と6チーム中ワースト。そうだね、はい、ただ2位にいるんですよ。いやだから投手がいい。4安打で勝っちゃう。ありましたね。4安打でね、勝つ試合って多いんだよ。阪神？阪神。まあ効率的っていうっちゃ効率的。そうそうそう。マネホームランで勝っちゃったとかね。あの前川右京選手ですよね。あの日は4安打。そうでしたね。いやまあだけど広島のその打線のつながりっていうのは、うん、まあ秋山が一番に入ってね。はい、まあ小園がクリーンナップの一角。そうです、ね。まあ末金がその下を打つとか。はい、やっぱ野間が効いてる感じがするんだよね。いいですね、野間選手。それとやっぱね、新井監督は相澤の使い方がうまい、はい、ポイントで相澤がかぶる。でノーヒットノーランやった時も相澤でしょ、はい、やっぱ何気なく相澤なんだよね。うん、まあ坂倉も頑張ってるよ、はい、まあ、だけどやっぱポイントで坂倉にキャッチャーとしての休みを上げると、はい、またリフレッシュするし。そうですよね、まあ、矢野がまたいいしな。あ、そうなんですよ、矢野選手がね、躍動感があるわ選手は。うん、だから本当に矢野選手、ショート、サードも小園選手っていう風にも確率というか固定できちゃうんですよね。うん、まあ、そうだね。だからまあいいよな。あとはやっぱ佐藤。
あ、佐藤選手、上がってきた。新しい子をポッと入れてくるんだよね。はい、うん、佐藤も良くなるだろうなと思うしさ、うん、二股、はい、二股選手右で言えば、はい、あと田村っていうのも控えてるからね。そうですよね。あとあの堂林選手が交流戦後半からまた戻ってきてっていう、はい、で松山の、はい、だタレント揃ってるな。そうですよね、うん、ってなると阪神の打線と比較すると、いや阪神も破壊力を考えると阪神の方があるんだよ、うん、本来は、本来はね、うん、でも本来の破壊力が出せないままいるから、はい、ちょっとあの卑猥な感じはするけども、うん、本来破壊力って言えばやっぱサトテルがいて大山がいてみたいなさ、うん、ノイジーがいてって本当は破壊力を持ってなきゃいけないんだけど、はい、発揮してなきゃ、森下もそうだし、うん、だけどそれがこうね出てこないというか、こうなんだっけこれ、悪力、違う、このトゲ、トゲじゃないや、関節、違う違う、ノーアル高は爪にカプス、爪爪ですね、爪だ、いやいや、それが隠れたまんまなんだよ、出てきてないんですよね、ギャッと向かないんだ、虎の爪が、そう、確かに、だからちょっと苦しんでんな、もうそろそろ行かないと、やっぱピッチャーが大変な思いしてるよ、うん、もうあの日曜日なんてね、ずっと才木投手がもうロースなあ、いや本当にそうですよね、だからこのままの状態では、うん、まあ行くとは思うけど、はい、ただ阪神が本当に打たないんであれば、じりじりと差は開いてくるな。でも俺このままじゃないとは思ってるから、はい、ただ広島ももっと点が取れるようなことをやってきそうな気もするし、はい、だからこの2チームっていうのはいい争いでいくのかなっていう、うん、ただ俺は気をつけなきゃいけないのが DeNA だと思ってる。今3位にいる DeNA、 DeNA はやっぱジャクソン K、はい、投げれるようになった、うん、ね、浜ちゃん戻ってきた、うんね、で石田がいい、はい、そうなってくるとやっぱあそこは打つからさ。いやだって今チーム打率めちゃめちゃいいですよ、3割1分5厘でも、まあヤクルト3割3分1厘なので、うん、ヤクルトもいいんですが DeNA もやっぱ3割超えできて、まあ、ヤクルトも怖いんだけど、ヤクルトの場合っていうのはやっぱピッチャー次第やな。あやっぱりそこか、先発ピッチャー次第、はい、まあ吉村がいいですね、まあ、よくはなったけど、うん、ただジャイアンツに特にいいんだよね、はい、ちょっと他のチームでどうなんだっていう疑いもあるし、うん、奥川がそのままローテーション入りできるのかっていうこともあるし、はい、で、まあ、山野、交流戦で勝ったけど、はい、これまた次投げれるのかっていう不安だらけなんだよ、うん、はい、これが揃ってくるとヤクルトも芽が出てくる。ということは DeNA の方がヤクルトよりかはそのピッチャー陣って見た時の安定感っていうのは春先よりははるかに良くなってるっていう。あと打線で見た時、じゃあヤクルトの打線と DeNA の打線っていうのはどうですか、井原さん。そうだ、双璧じゃないか。双璧、うん、だと俺は思うよ。うん、三冠を取るような勢いがあった時の村上がいるんであれば、うん、それはやっぱヤクルトだろうなと思うけど、うん、村上もちょっと率がね、低いし、やっぱこう波がちょっと大きいよね今年ね、はい、だから4三振したりだとかさ、うん、まあ、そういうことがあるんで、まあ、なかなか難しいけども、まあ、双璧でいいと思う。お、打つことに関して、打つことに関して、ただ動きというか、うん、走ることに関しては、うん、そのレギュラー陣だけのね、はい、走るということに関しては、まあ、ヤクルトの方がちょっと上かなっていうような感じがするけどね。ありますね。ただ使い方としたら今年、うん、DeNA も悪くはない。お、走ってる、はい、だから勝負どころで、まあ、そういう足を差し込んでいきたいだとか、うん、まあ、これはできてるよね。ということは現在あの DeNA は3位で、はい、阪神とは 1.5 ゲーム差で、ヤクルトは5位なんですけれども、4位の巨人とはゲーム差 2.5 なので、 DeNA ともゲーム差 2.5 ということは、この2チーム、打ってる2チームが A クラスにドドンと上に行くっていうのは十分あるんですか。あるある。ある、うん、だから、まあ、広島が阪神を警戒し、はい、阪神が広島を警戒してるうちに、あれみたいな、上にいるぞみたいなDeNA、ヤクルトが可能性が出てくる。十分ある。いやだからね、俺はオールスターまでに誰が首位か、はい、うん、オールスターの時に首位に立ったチームが
多分優勝するんじゃないかって俺は思ってんだけど、ね、オールスターまでもう1ヶ月弱ですよね、うん、だからこの間に決まる体制がある程度見えてくるかなという、だから A クラス3チームで、はい、まあ、優勝争いをするのかな、はい、ここに B クラスで落ちてるチームが B クラスの争いをするのかなという、うんうんうん、まあ、そんな感じです。あとは現在4位の巨人と5位タイの中日なんですけれども、はい、この2チームっていうのはどう見ていますか。中日はチャンス。中日はというのは中日はどこら辺が。いやだからメンバーを固定したら十分チャンスがある。メンバーを固定したらですよね、うん、今はだと。いやいやだからカレッセ1番でいい、うん、で周平をどこに置くのか、はい、4番は細川でもいいし、うん、ね、外国人を右の時に使うのか、うん、左も右も使うのか、はい、そういうのをしっかり決めてやって使うとか、はい、ね、中田翔をどういう状態で休ませるとか、はい、使う時はこういう状態で使うとか、うん、まあ、そういうことを明確にはっきりしたら多分俺はいけると思う。いつ頃からメンバー固定、もう今すぐでもメンバー大体固定して戦っていった方がいいっていうこと。もう絶対そうだよ。固定できるだけのメンバーがいるよ。はい、もうそれとやっぱね仕掛けなきゃだ、うん、例えば村松、はい、ランナー外国人、はい、サードランナー、うん、ね、サードライナーでゲッツーで終わってるけど、うん、あんなんねやっぱスクイズかけてもいい。おお、いや絶対もうね外国人だからできないとか、はい、もうそういう先入観を捨てなきゃだ、うん、外国人でもやらせなきゃダメだ、うんうん、じゃないと勝てないよ。そうですよね、うん、だから村松が必死に打ちに行ってサードライナー捉えたと思ったら飛び出してる。そうなんですよいやだからいやだからああいうところでも、うん、もうとにかくスクイーズをやって1点は絶対取っとくとか、はい、やっぱもう遠慮しちゃダメ、うん、それと外国人だからとか、うん、こういうことだからとか、うん、やっぱ固定観念は捨てた方がいい、うん、そしたら絶対戦える。お、あの上に行く上がり目っていうのは十分十分ある。だからもう俺春先に言ったことがあるんだけども、はい、中田翔、うん、細川もその時入ってたかどうかわからないけど、うん、それ以外はバントがありなんだよ、うん、全員、はい、だからもうそういうことで遠慮してたらダメだし。そうですね、3番だから できないという固定観念じゃなくて、うん、させなきゃいけない固定観念、うん、しなきゃいけない固定観念を作ってほしいなと、うん、そしたら全然中日チャンスある。おー、今もう中日ファン喜んでますよ。いや見てみて、うん、マルティネスがいて、うん、松山いて、はい、あそこ後ろの方はもう鉄板だから、はい、ね、うん、もうね7回まで勝ってたら鉄板で勝てる。そうです、ぐらいになってるんだよ、はい、いやだからもうどういう風に点を取るかしか考えなくていいわけだから。もうそうですね、打のことだけって、うん、それと岡林がダメだったらもう大島を使った方がいい、うん、あのね、先日の試合でも岡林選手を外してっていうのありましたからね、うん、だからね、もうやっぱもうね固定で戦いたいっていうのはあるかもわからないけども、うん、そうしなきゃいけないんだけども、うん、調子の悪いやつは排除だよ、うん、例えばディカーソン選手は使い続けるべきっていう。いやだから右の時に使うのか左でも使うのか、うん、もうはっきりして真珠するぐらいのつもりで固定のメンバーを作った方がいい、うんうんうん、そこですね。中日で大島が疲れたら岡林行ける、うん、そこで調子を戻すことを感じるんだったら岡林を使ってもいい、はい、ただ打順っていうのはもうある程度決めといた方がいい。そうです、ね、1番カリステ、はい、じゃあどこなんだと。そうですね、どこ。そうです、3番、ね、高橋周平だったら、うん、周平で、うん、ね、サード、はい、だ石川が入ってきたら石川はここ、そのまんまスライドですね。そうそうそう、その方がいいでやったら俺は絶対勝てる。さあそして現在4位の巨人なんですけれども、はい、これ3位の DeNA とはゲーム差が0ということなんですが、うん、巨人が上がっていくにはなかなか、まあ、戸郷と、はい、まあ、山崎より菅野が負けないということだよね。まずその3本柱が、はい、あとやっぱり後ろも怪しくなってきてるし、うん、ただまあ大勢とね中川が戻ってくるっていう話はあるけども、はい、まあ、だけどそれも投げてみないとわからないし、うん、そのやっぱりこう中が苦しくなってきてるんだよねピッチャーの、うん、あとはやっぱこう打つつながり、そうなんですよね、まあ、ここら辺も立岡が戻ってきて
あ、よかったなみたいな言うけども、体力的にね、スタミナ的に、まあ、持つのかとか、うん、まあ、そういうこともあるし、まあ、代謝のパッと出てきたよりもだいぶ下がったからね、率は。だからまあ非常にやりくりは苦しいと思う。あとは岡本選手だったりとか、こう坂本選手の状態っていうのはどう見てますか、高さん。まあ、あんまり芳しくはないよね、うん、サードということに対して坂本がどうなのかなって思うよね、うん、やっぱあのね、コンバートと言われてもそのバッティングを生かすためのコンバートだったというふうに思うだろうけども、はい、やっぱ野球のリズムということを考えると坂本はショートの方がいいんだろうなと思うね、うん、やっぱね感覚が全然違うんだと思う、野球やってる感覚が、うん、だからまあこれはもう仕方ないけども、はい、まあ、チームの事情だしね。だからジャイアンツは打ったり打てなかったり、このことによって順位が左右されるなっていう、抜けていくっていうことはないと思う。あ、首位でついていくっていうことはできても、抜けていくっていうことはちょっと想像しにくいな。厳しい状況ですね。そうか。でもしぶといっちゃしぶといよ。そうですよね。あの打てないと言われながらも A クラスだったりとかいい位置をキープしながらここまではなんとか来てるっていう、まあ、いやだから、まあ、しぶとさを持ってても抜けていく力はないんだろうなって思うね。と考えるとこの6チームの中で抜けていける力を持ってるっていうのは DeNA だな。うまくいけば、ね、はい、うん、これはやっぱ打つ方もそうだし、ピッチャーの質もいいし、はい、中津でウィックって出てきたんだけど、はい、これもボールに力あるし、うん、あとはやっぱこう森原がしくじらんことやな、あ、最後な、はい、まあ、そのぐらいだと思う。そうか。坂本もしっかり投げれるようになってきてるし、はい、左のね、まあ、そうなってくるとやっぱ抜けていく力を持ってるのは DeNA、うん、逃げる力を持ってるのは広島。おお。ただ阪神はちょっとどっちに転ぶかわからない不安定さがまだあるんですね。まだあるね、うん、だからもうそういったところかなっていう感じがする、ね、ますます後半戦もね面白くなりますし、となるとじゃあ前半終了までここからねそれぞれキーマンとなる選手なんかも豊さんには聞いていきたいので、また別の動画でちょっとねキーマンとなる選手各チームを挙げてほしいなと。作ったね動画今作りました。そうだね、はい、はい。